はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、ヒトです。ということで、今回はですね、えー、まあ新外国人候補ということで名前が挙がっているライアン・オハーン選手について、えー、触れていきたいと思います。ライアン・オハーン選手はですね、えー、左投げ左打ちの一塁手なんですけども、えー、93年7月26日生まれ、今シーズン、今年28、来年29歳なんで、まあ、来日に関してね、えー、まあ可能性としてはまあ十分年齢としてはあり得るんですけど、 ただ、まあ、あのー、あれですね、ちょっと、あのー、来日するかどうかに関してはまだちょっとはっきりとした、えー、情勢はちょっと見えないので、何とも言い難いんですが、まあ、そういう選手ですね。 えっと、メジャーリーグでデビューしたのが2018年でいきなりデビューして44試合で12ホーマー打つという活躍、まあ、そこからね、えーまあ、対右ピッチャー専用機みたいな感じで、えー、使われて、まあ、毎年コンスタントにある程度ホームランを記録しているという感じですね、まあ、2020年が、ね、ちょっと調子悪かったのかな,かなって感じがしますが、まあ、基本的にコンスタントに、まあ、2桁ホームランを記録できるぐらいのペースで量産はしているという感じの選手ですね でそんなライアン・オハーン選手なんですけども <laughs> まあ基本的に、えー、マイナーはねトリプル A は、えー、PCL に所属してたっていうのが、まあ、ちょっとネックになってくるポイントですね、まあ、PCL は何度も言ってますが、まあ、打行のリーグなんでバッターがね、まあ、基本的に平均 OPS が8割とかあったりする行かれたリーグだったりするんで、まあ、そこがまずちょっと、まあ、ネガティブな要素かなっていうのと、まあ、もう一つはその2019年ね あのこの僕、2019年、PCL は、てかマイナーリーグはそのボールが変わったという話をよくしてますけど、まあ、そのボールが変わったマイナーリーグで2割キューブ5輪、まあ結構打撃成績も跳ね上がったんです。PCL で2割5分とか2割3分だったバッターが2割9分になったのはいいんですけど、ホームランのペースがね、まあ、かなり増えたっていうのがちょっと気になるポイントですね。まあ、これ、年間フル出場すれば40本とか狙えるペースではありますんで。 ちょっとそれがね、あのー、それまで AAA でホームランのペースが、まあ、そんなに多い方ではなかったオハーンがですね、まあ、急にホームランを打ち始めたっていうのは、ちょっと、まあ、気になる要素かなと。まあ、2018年のメジャーで結構ホームラン打ってるんで、まあ、それをね、うん、まあ、それをポジティブに捉えていくべきだとは思うんですが、まあ、マイナーの通算の数字だけ見ると、まあ、そういう、ちょっとね、って 感じなのと、21年、えー、今年のインターナショナルリーグでもめっちゃ無双してて、まあホームランのペースがまあおかしいんですよね、えー。72打数で12ホーマー打つっていう、まあ完全におかしいレベルの活躍をしてしまっているっていうのも、無双しすぎて逆に怪しいっていう感じの評価になってきちゃうところですね。 でまあ、オハーン選手に関して言えることなんですけど、まあ、2018年メジャーデビューしたときはすごい良かったんですが、まあ、基本的にホームランのペースとしては、まあ、パワーはあるんですけどホームランをね30本とか打つタイプではないっていう感じですよね。えー、っとホームランのペース的には年間20本25本ぐらいの選手になってくるっていうのが、まあえー、ポイントかなというふうには思いますね。まあ ただ、他の部分を、まあ、見ていきますけども、えっとですね、えっと、フォアボールの割合が結構多いっていうのが評価されてますね、特にインターンシアンリーグではもう、無双しすぎてもレベルがもう全くやることないレベルではあるんですけど、あのフォアボールはある程度安定して、毎年ずっと選んでいると、まあ、三振の割合もね、まあ、メジャーリーグだとちょっと跳ね上がるんですけど、まあ、三振はマイナーリーグでは、わりと20%台に。 抑え,合えることができているので、まあ、BBK で見てもね、まあ、0.45ぐらいの感じにはなると、まあ、でもまあ三振はやはりまあ,ある程度ね、えー、重ねてしまうのはしょうがない三振率の多さ高さっていうのはしょうがないんですけどある程度フォアボールが選べるんでまあまあまあ良いでしょうというところになってくるかと思いますはい あとは、バービーップ、インプレー打率で見ていくと、まあそうですね。まあやっぱり2割9分5人のこのシーズンは上振れだったかなっていうような印象を抱いてしまいますね。まああと2021年のこのインターナショナルリーグのこの数字もまあ完全にレベルがもうあの無双ですね。もうピッチャーがインターナショナルリーグのレベルではもうないっていう感じはしますね。で、えー、選球が っていう部分に行きますけど、えー、メジャーリーグのピッチャーに対してもね、まあ、ある程度ボールの見極めはできているというふうに見ることもできるんですが2021年、ちょっと気になるのがボール球スイング率の高さですね。まあ、2021年、彼自身、調子も良くなかったですけどちょっとボール球に手を出しがちな傾向が出てしまったのかなと基本的にはただボール球にはあまり手を出さない慎重なバッティングのできる、えー、良いバッター良いアプローチをしているバッターということができると思います。 まあゾーン内の球にもしっかり手を出していけているので、えー、ボールをしっかり、ボール球をね、えー、見極めつつゾーン内の球をしっかり打つことができているというところですかね、えー。ボール球のコンタクトに関してね、ちょっと若干の問題を抱えてますけど、まあ、ゾーン内のボールをコンタクトする能力に関しては、えーまあ、メジャーの平均程度ぐらいの数字はあるということなんで、ま,あ、まずまず問題ないでしょうと。 コンタクトによほど問題があるという感じで、もないとでライアン・オハーン選手に関して、まあ、はっきり言えるのは、そのメジャーリーグのピッチャーに対しては、ちょっとあまり自分のバッティングができているとは言い難いような印象を抱きますね。そのマイナーリーグでは基本的にフライが多いバッティングができていて、そのホームランバッターらしい、長距離バッターらしい打撃ができているかなというふうに思うんですけど、メジャーリーグのレベルになると、どうしてもゴロが増えている傾向が29年、20年、21年と続いてますね。 まあ、打たされている弱い打球というか、弱いゴロみたいな、打ち損じがね、ちょっと増えているのかなという印象です。フライの割合が減って、ゴロの割合が明らかに、えー、マイナーよりも増えているので、そういう問題があるかなと。まあ、あとはラインドライブの打球の割合が結構多いですね。ラインドライブ戦の打球で外野の間を抜いていくというようなバッティングが、えー、あります。 ただね、えーっとまあ、これはおいおい話していくんですけど、あの脚力もねメジャーの平均以上あるはずなんですけど走塁、まあ、面でマイナスですしあの、まあ、言うほど、ねえー、ツーベースが多いっていうバッターでもないっていうラインドライブ性の打球は多いんですけど走塁、まあ、技術とかそういう部分でマイナスで、まあ、最終的にツーベースが多くないっていう感じにもなっているかなっていう印象です。 えー、マイナーではね、えー、そのパワーをいかんなく発揮してますけど、まあ、どうしてもメジャーに上がってくると、フライの割合も減るし、そのパワーを試合でも発揮できているとは言いづらいという、という感じの数字になってますね。はいまあ、マイナーだと、フライに占めるホームラン割合が20%以上あるんですけど、メジャーに上がるともう15%ぐらいに16、16%とかになってくるんで、まあ、メジャーリーグの試合ではなかなかそのパワーを発揮することは難しい。 であとはね、えー、プルヒッターっていう感じでも、言うほどプルヒッターって感じでもないんですよね。引っ張り方向の打球が4割、センター方向が35%、えー、逆方向が25%ぐらいっていう感じなんで、結構ね、まんべんなく、えー、広角に打ち分けることができているというような感じで、打撃技術の高さっていうのは、そこに感じさせる、感じることができますね。 21年の打撃の不振っていうのは、一、まあ、つはまあハードヒットの打球の少なさっていうところにも影響してくるかなというふうには思いますが、あとは、えー、スタッドキャストのデータを見ていきますと、まあ、打球速度が、ね、結構速いっていうところで、えー、ローンチアングルもある程度、えー、いい角度で打球が上がってるんで、バレル率も、ね、結構平均以上のシーズンを記録してたりします。 まあそういうところでね、XWOBA でも、えー、良い数字が出ていて、まあ、バレル率の高さっていうのはね、えー、ポジティブに評価できるところかなというふうには思います。えー、左右別の数字を見ていきますと、まあ、左バッターなんでね、どうしても左を苦手にしちゃうっていう傾向は顕著ですね。左相手で OPS は大幅に下がりますし、まあ、フォアボール、まあまあ選べてるんでいいんですけど、その代わり三振も多いので、 まあこれがライアン・オハーン選手とか、まあ、ボーア選手を思い出してもらったら分かりやすいと思うんですけど、まあ、左に弱いいいっってててうのをどう起用していくかってことですよね、まあ、その左を苦手にしている部分をいかに克服してあげられるかっていうところも含めしっかりいろいろ運用でカバーしていかなきゃいけない。 ところが出てきますよねそこが難しい選手ですねライアン・オハン選手に関しては。まあ右バッター右ピッチャー相手にのみ起用していれば間違いなく大砲、えー、として活躍するんですけど左ピッチャー相手に起用してしまうとうーんって感じになっちゃうかなと。え吸、ー、収に関してですがまあ速球に強いっていう傾向がねすごく分かりやすく出てますね。もう速球にに関ししててはもう間違いいなく得意にしている ということが言えると思います。あ、速球系ね。特にカットボールとかですかね。カットボール系に関しても、えー、強みが出てます。ま速、あ、球もは基本的に得意にしてまあいいんですけど、変化球なんですよね。うん、変化球に対する対応力っていうところで、まあ特に気になるのが僕が一番気にしてるのはスライダーですかね。スライダー。あとカーブのものなんですけど、このマイナスがでかいっていう。 スライダー、カーブ系に関してはね、えー、空振り率も30%超えてますし、まあ結果も XWOBA で見ても数字は良くないって感じですね。落ちるボールに対してはね、ちょっとフォークへの対応力も気になるところで、マイナス幅が特にでかいですねあの。チェンジアップに関してはある程度対応する能力があるんで、まあ結果的にね、えー、XWOBA 落ちるボールでまとめると、まあなんとかなってるんですけど、このフォークですね。 フォークに対する対応力の低さ、特に日本のピッチャーはフォークをよく投げるっていうことを考えると、これはね、ちょっと気になるポイントというかね、フォーク、落ちるボールと、あとはスライダーとかの横に動く変化球、まあ、とにかくこの変化球全般への対応力っていうのがかなり不安がありそうなんで、えー、僕個人としては、そこですね、そこがちょっと気になるポイントかなというふうに思います。 あのーまあ、速球をね、えー、破壊できるっていうのは、速球破壊王子系ですけど、あそこの対応力ですね,ね。あとはボールを見極められるかってところなんですけど、まあ、見ていきますと、まあ、アウトローのボールに関してはある程度見極めができているのかなという、まあ、多少手は出るんですけど、アウトローに関しては見極めできているかなって感じですが、全体的に感じるのはちょっとインコースですね。 インコースのボールをちょっと積極的にボール球でも手を出しすぎかなという感じの傾向は感じられます。で、空振り率に関しては特に低めのボールゾーンに脆さを感じるところですね。まあ誰でも低めには弱,低めには弱いんですけど、特にこのインローですね。このインローはあの積極的に結構手を出しちゃう上に、しかもしっかりと空振りもしてしまうというゾーンになってきますので、 ここのゾーンの見極めっていうのが特にね日本のピッチャーはインコースを攻める傾向がありますしちょっとストライクゾーンがインコースによりますよねちょっと外が狭くなって内が広くなるんでそういうことも考えるとこの辺のゾーンを攻められた時に弱点が露呈しちゃうっていうのは明らかに感じられるポイントですね。 えー、一方、まあ、得意ゾーンは基本的にはアウトコース高めって感じですね。えー、ハイボールヒッターでアウトコース高めボールゾーンとかも、えー、良い結果が出てますし、まあ、高めは危険で低めは安全って感じですね。はい 守備に関してですが、まあ、一塁手として見たときに、まあ、守備はまあ若干マイナスですね。まあ、メジャーリーグでただ1360インニング守った一塁手なんで、多分補給技術とかある程度ね、あのーまあ、期待できると思うんですけど、まあ、一応、一塁手としてマイナス。で、まあ、外野の経験はすごく少なくて、まあ、ライトとして一応、守備もプラスには一応なっているんですよね、うずらでは。 なので、まあ、外野手と適用することもまあ泣きにしもあらずだと思うんですが、まあ、基本的にはまあ一塁かなと思いますで。さっきも言いましたけど脚力がメジャーの平均を上回るぐらいの脚力はあるんですけど、まあ、あのアルティメットベースランニングとか 走塁系の指標がマイナスでツーベースとかの数も少なくて、まあ、そこがね脚力はあるんですけどその脚力を生かすことができない、まあ、この脚力を生かすことができれば外野を守ることも多分簡単だと思いますし外野手として活躍してた可能性もあるんですけどなかなかその脚力を生かすことができてないっていうのが現状だと思われますということでライアン・オハーン選手の成績予想ですが、えー、ちょっと辛めの数字というかちょっと物足りない数字にはなってます えー、500打席に立って2割3分5厘、えー、ホームラン19本って感じですね、まあ、この成績予想なんですけど、まあ、まずオハーン選手左バッターでしかも左を苦手にしているということで、まあ、500打席立つということは左ピッチャー相手にも立つということになりますので、まあ、やっぱり数字としてはちょっと物足りない数字になってき,きてしまうと、あのー、左ピッチャー苦手にしている左ピッチャー込みの数字になってくると、まあ、右ピッチャー相手ならもうのみでもうちょっと打席数を少なくすれば えもうちょっと数字は良くなるかなと思うんですけどまあそうなってくるとちょっと外国人選手としてはあの左ピッチャー相手に使えないっていうのはちょっと物足りないってい感じになってくるかなと、えー、三振141個ということで三振率も結構多いんですがでフォアボールはまあまずまず50個ぐらい選ぶということなんですがまあ、このフォアボールの数に関してもねうーん、まあ、若干控えめな数字になってますっていうのはそのまあフォアボールそのあの 左ピッチャー相手に、ね、対戦してますから、その部分でフォアボールなかなか選びづらいっていう部分もありますんで、そこでも数字を控えめにせざるを得ないって感じですね。ホームラン19本を打ちますが、ツ、ま、ー、あ、ベース32本ということで、ツ、ま、ー、あ、ベースの数を若干多めにしましたね。まあ、脚力が平均以上あるっていうことで、まあ、その脚力を生かしてツーベース、ラインドライブ戦打球も打つので、ツ、ま、ー、あ、ベースをもうちょっと量産してくれるかなっていう期待値も込みでのツーベースの数ですね。 ま、2割3分5厘、出塁率3割3分1分8人、えー、OPS7 割5分3厘なんで、まあ、類種としてみるとちょっと物足りない数字になってくるかなっていうのが、まあ残念、現実かなとは思います。そこですね。うーん、7割5分なんでね、外野種として起用することができれば、結構ね、そこそこまあまあやってくれてると思うんですけど、一類種なんですよね。 っていうところも含めると、まあ、ちょっとライアン・オハーン選手は、まあ、悪くない選手なんですけど、なかなかこの致命的な左への弱さとか考えると、バックアップが必要になってくる、そういう選択肢も用意しとかなきゃいけない選手ですし、うーん、ちょっと僕個人としては、ちょっと辛めの成績予想になってしまうのが現実かなと。まあ、この数字をね、逆に上回ってくれれば、まあ嬉しいんですけど、逆にこの予想をね。ま,あ、ま,まず来日しななきゃいけないけけですけど まあそういうところでまあこういう絡めの数字になってしまうかなっていう感じですね。まあ、左バッターはね特に難しいんですよ左バッターっていうのはやっぱりこう、あのー、左,で左で一塁が近いっていうのもありますし、まあ、左で打ってるというだけでその選手としての価値がちょっと上がりますのでつまりそれはね、あのー、まあ,ある程度弱点があっても左,バッ左であればある程度ねこう数字が稼ぎやすいっていうところも側面もあるわけですよ。 なので、その、左バッターは、とにかく難しいんですあの。右バッターよりも左バッターの方が、成績の予想ってすごい難しいなと、僕、個人的には思ってるんですけど、まあ、そういう中で、ちょっと今回は、左を苦手にしている左バッターということで、絡めにつけさせていただきました。はいまあ、でも、運用次第だと思います、とにかくこれは。 右ピッチャーのみ相手に運用すればもうちょっと打率それこそ打率2割5分とかえ打ち出す可能性もありますしまあホームランのペースも確実に増えると思うんですけどうーんっていうところですねまあとにかくあの左バッターは難しいっていうことですはいそんなわけで今回はえーライアン・オハーン選手の成績の予想ですけどまあ来日するかどうかまずまずポイントは来日するかどうかですのでま,まずそこですねそこからですはいということで えー、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回バイバイ